さあ、なんだろう、劇団一人と太田上田、はい、1尊敬する大先輩。いや、それはそんなことはないよ、はい、え、なにこれ。おう、多分イメージを聞かれたんですよ。あ、なるほど、はい、あ、お前が書いたこれ俺のイメージだと、はい、とにかく完璧で憧れることさえはばかられる嘘つけや、これだけ多くの仕事を第一線でこなしていれば何かを犠牲にしなければならないはずなのに、それを全く感じさせない。家庭のことはもちろん、知識も豊富で趣味も幅広い。人生のあらゆるジャンルを高水準で保っており、日頃仕事の忙しさを言い訳に多くのことを犠牲にしている僕らを反省しなければならない。真面目だなお前。いや、本当に思うがままに書いた。思ってもいないよな。いや、本当に思ってるんですよ。僕ね、上田さんめちゃくちゃ尊敬してるんですよ。いや、嘘だ、俺マジの話で、お前からそんなこと感じたことはないわ。いや、感じてるはずだ。本当に一瞬も感じたことない。でもなんかね、本当にあのもう仕事も第一線でやってらっしゃるじゃないですか。俺もね、でもこの間無線だよ。でね、なのにやっぱ家庭のこともちゃんとやって、で遊びもちゃんとやってるんですよ。でも、ね、俺もね、さ、うるせえなこれ。俺が今上田さんの話してんだから黙って聞いとけよお前。ちゃちゃちゃ、まあ、尊敬する大先輩ですみたいな。普通こんなに忙しかったりすると、まあ、それを言い訳に、うん、いやだからまあ家族サービスはとか、うん、まあだから遊びはちょっとできないなとかやるけど、うん、上田さん全部ちゃんとやってませんか。そんなことないよ。でアグレッシブにいろんな遊びもやるじゃないですか、うん、アーチェリー、ゴルフとか、それこそ脱出ゲームとかもやったりするじゃないですか。お前は何を犠牲にして。いや、それこそ例えばじゃあ本読みたいななんて思っても、まあ、ちょっと忙しいからとか、うん、でなんか、うん、じゃあだからいい書書けないんだよね。うるせえな、クソったれ、てめえより売れてんだバカ野郎。おっしゃる通りだ、その通りだ。 お前ベストセラー作家だからな。ミリオ言ってるから、ミリオ言ってるからね。合わせても勝てない。あれ影日向にさ、あれどれぐらい売れたんだっけ。あれはもうね、100万部以上売れた。120万部ぐらい全部いったじゃないですか。あんな2作目も大ヒットでな、なんだっけタイトル。あれね、青天の霹靂。青天、あれも大ヒットで。あれはね、上田さん、あの大ゴケ。恥ずかしい、入った。あれダメだった。全然売れない。あれひどかったな。めちゃくちゃ一発やな。あれはひどかった。ひどい。映画良かったんだけどな。どれぐらい売れたの、青天の霹靂。それはね、本当に教えてくれないんだ。あ、そう。だから編集部の人に、あれどれぐらい売れたんですかっつっても、おそらく増刷かかってない。かかってない。そう。うん、読んだ二作とも。読んだよ。お、だから影日向二作やっぱ良かった。良かったし、いや青天の霹靂も良かった。あ、内容は良かった良かった。で映画も良かったし。英語になったからいいよな、でもあれな。まあそうですね、うんうん、映画にしたくて書いたんで、あ、まあ、それは夢かなって、よかったですけどね、うん、いやお前こそ多彩にやってるじゃん、いろいろ俳優業もやってるしね。やってるけど中途半端です。先細りだよな、ね、どこら辺が。具体的に言えよ。早く。全部だよ。全部ってなんだ、具体的に言えって言ってんだこの野郎。お前の仕事は全部先細り。聞こえねえな。聞こうとしてねえんだよ。お前が具体的にって言ってるくせに聞こうとしない。いやだから本当さ、上田さんにはそういうなんか本を書いてほしいぐらいなんですよ。いや無理っすね。だからセルフマネージメントじゃないけど。ああそういう。いや企業結構やっぱ多分サラリーマンの方とか上田さんの生き方を参考にしたい人多いと思いますよ。そんなことないよ、そんなことないよ。僕は聞きたい。いやいや、そんなことないけど、どうありがとうね。いや、本当に。俺、息子が15歳になったら、上田さんのところに1ヶ月預けようと思ってるんですよ。勝手なことすんの。誰が受け入れるって言ったの。学んでほしい。何が学んでほしい。じゃあ、ピーちゃんのことね。太田さん。昔は尊敬していた。が、今は何も思わない。わ若く売れていない時代は横柄な芸風も輝いて見えたが、年を重ね地位も手に入れた今、同じような立ち振る舞いは見てられない。自分より若く立場の低い人間に威張り散らす姿はパワハラ、モラハラを通り越し、ただの老害である。どういうことなんだよ。どういうことだよ。どういや、もう書いたまんまですよ。分かってます、この意味が。何、どういう。昔はこの意味全然分かんない。意味が全然分かったんですよ。え、昔はかっこよかったんですよ。何がこういう感じで。ブレなきゃいいじゃねえか。ブレてないんだからいいじゃねえかよ。それを
上のものにやってる時はかっこ、強いものにやってる時はかっこよかった。俺にやってどうすんだよ。俺だよ。何やってんのって思っちゃった。パワハラ、モラハラを通り越し、ただの老害である。気をつけないと本当に。確かにでもやってることはパワハラ、モラハラ、セクハラだもんな。あのね、たまたま誰も告発してないだけで。そう。ひどいんですよ。俺とかも本当多分カメラ回ってないところでもひどい。ひどいひどいひどい。私の妻や子供をね、ものすごい言葉で罵るんですよ。あれを俺がね、テープレコーダーに撮ってたら終わりだからね。そうだな。はい。だってお前のカミさんは罵っていいってことになってるじゃない、業界的に。なってないわ。だって誰が言ったんだよ。俺以外も罵ってるじゃない。お前が言い始めたんだよ。だからみんないいんだみたいなって。あっそう。え、奥さん今罵られてんのか。いや、だからブスってことになってる。僕は思わないですよ。僕は思わないけど、みんなブスだっていうのがなんか。あ、そうなんですか。挨拶代わりに。それは太田さんが言い始めたから、なんかみんな言っていいんだみたいになっちゃう。みんな思ってたんだ。思ってないですよ。思ってたんですか。思ってない。思ってないですよ。思ってない。かわいい人だよ。かわいい、かわいい。